本当にだから僕野村監督とか落合の読むのが好きで、佐々木さんのもいっぱい読ませてもらいましたけど、これもごちゃごちゃ書いてたけど面白いなと、そういうものが論じられる世界なんだけど、強くなんだよ。あと日本人が世界に勝つにはそこなんですよね。単純なこの黒人とかロシア人のこれに勝てない。いや、どうここですよ。マクレガーどっちやったらアウトですよね。あとは言えるのが、もうマクレガーもそうだけど、結局出てきたのは、今出てきてるのは旧ソ連圏、あの何が超地味でスター性ゼロだけどなんか強い、なんか名前も覚えられない人たち、あとは黒人の人たちですよね。もうなんかもうガーどうやって、でも日本人にはどうやって勝つか頭脳とあれがあるんですよ、ね、これあのメンタル的なスタミナが。あと日本人だと、僕正直言ってちょっとこれ僕読んだ本当か分かんないんですけど、前日本がスペインに勝ちましたよね、サッカーで。何か昔ずっとオリンピックとかで、オリンピックはもう勝ったの、もうずっと昔に、はいはい、それたまたま読んだ時に、それなんで勝ったかって一つのなんか論理を読んだんですけど、アジリティ能力が日本人は高いと、これがだからそこに優位性があったって書いてあって、これって世界一だってことを読んだんですよ。これだからこういうんですね。だからこの今の MMA のステップっては日本人には絶対向いてるはずなんと思ってるんですよ。だから堀口が今それはあれですよね。でそれに対してある記者が、俺がインタビューで、あんなステップはあのどうのこうのって言うから膝が悪くなると、ドミニク・クルーズはって言ったんですよ。それは彼らは上半身なんだよ。上半身で膝が立ってるから膝悪くなる。じゃあサッカーとバスケがいちいちそこまで膝悪くなりますかってことじゃないですか。だからそれを読んで、だから今よく安永でも言いましたよね、アジリティ鍛えろ、このすばしっこさ、このジャ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 って、これ強力な武器らしいんですよ。でも確かにだから堀口君とかそうじゃないですか、ネズミみたいな子、それをどう生かしてやれば、ま、それはもういろいろサッカーなんか積み重ねて、例えばあのアフリカのチームでいうと身体的能力がジャンプ、足の速さ、ね、足の長さ、勝てないですよね。でも基本的に僕らの世界サッカーでいうと、やっぱりここあのアフリカのチームはメンタルが、あ、そうです、逆に乗せちゃうともうとてもなく強い。だから頭から潰しに行くと結構向こうが嫌だと思うと、割と力さえ発揮させなければなんとかなるっていう、素人を見ても思いますよ、それ、それサッカーで、で最後はあれですよね、日本人はギリギリもう90分やるとスタミナと根性勝負で最後は1点ぐらいで、WBC でも何でもそうじゃないですか。だからそういうの、まあ、サッカーでは多分そういうのが強いのはイタリアだったらドイツとかっていうのはやっぱり強かったりとかするし、そういった意味で言うとその格闘技でおいてもやっぱり向こうの黒人選手に対していいとこ出させたらそうなんですよ、絶対に。だからあの性、僕は性を持って木となすだと思うんですよ、性ってものを知ってすることによって自分をどう生かすかっていうことを考える、だから相手を知らなきゃいけないしってことを考えるべきだと思うんですよね、やっぱり。だから最終的にはある意味民族性っていうか、そのやっぱどうして、だから骨の骨格の違いについてある先生にドクターに聞いたら、日本人っていうのは骨の肩の位置はここらしいんですよ、だから日本人って猫背になって胸に筋肉突き抜けるけど腕も細いと、でも日本人はこの外人はここが後ろだから胸が張りやすい、だから腕もこうなると、そして骨盤の位置は逆に日本人低いからボテッとするらしいですよね、で外人は高いからこう細くなる、でも日本人はなんかこう寝技に向いてると、だからそういうのもなんかトータルで考えていけば、他のスポーツでなんか考えてますよね、いろんなこと、もちろん。だからなんかナンバーバッシュとかあるんじゃない。いやもうだから今サッカーなんかはもう当たり前じゃん、サッカー。いや個人のパーソナルトレーナーがついて、当たり前じゃない、肩からあの腰の下ろし方とか全部研究してますからね。そんな当たり前で、でも堀口選手とかやってんじゃないですかね、俺も。いや何かやってますよ、絶対。でも逆にそこに関してみんなあんまりスポットライトやってないのがちょっとあれ。俺堀口選手はね、直接会ってないからあまりに失礼なんて言えないけど、正直な客観的に見たときに、すべてのどこかが何かが優れてるってわけじゃないですよね、とんでもなくレスリング、金メダル何連覇とか、こう、井上尚弥みたいにこれがすごいかって、フィジカルが悪いけど、そこまでじゃないよね、なんですよね、でも、俺はやっぱり歴代でトップだと思うし、桁違いな。あとなんか、多分試合終わった後も、彼なんか、多分シミュレーションいっぱいしてると思うんですよね、だからなんか当然のように勝ったみたいな顔してるじゃないですか、おそらく。朝井さんも多分近いかもわかんないですというか、まず堀口君で言うと朝原君には負けちゃったかもしれないけど、あまりバトルになってる時ってないですよね、なんかそうですね、ふわっておりますよね、ここ、相当戦略考えてないと思いますけど、あでもなんか僕堀口君のなんか空手道場のあの師範あの、あ空手道場あるんですけど、そこの講演会の会長の娘さんが僕友達なんですけど、堀口会長あそこのあのなんですけど、あの亡くなられた先生がいつも堀口はバカだからあまり考えてないから堀口君はね、普段はそんな子じゃないよってあんまり難しいこと考え、でもまあだから佐山さんもよう言ってましたけど、スポーツの方がいいんでしょうね、多分すごく、
でも堀越さん見ててやっぱある意味知性的だしクレバーだし、うん、だからなんかちょっとその当てる場所とか考えて間合いとかすごいなんか面白いですよね。でも今思ったのは朝倉君とあの試合も見ましたけど、はいはいはい、あついに2人ともこういうのが始まったなと、うん、もうなダンス教室が始まったぞと、うんうんうん、これについてちゃんとどういうかちょっと検証してくれよ。トリッキーとかみんな言わないですよねですよね。ついにこの時代来たと、うん、そうですよね。そして朝倉君も面白いですよね。いや強いですよ、いやじゃもう強いし、うんうん、だから今ジムのやつも言ってるのもうこっから打つなと、もうこっから打つ練習もしておけと、もう形も山田テッドがあれですよね、うん、ワンバウンド打ったり、うん、多分こう左巻きで打ったり、うん、MMA もいません、この形だけじゃないじゃないですか、この形から打たなきゃいけない時もあるじゃないですか、もう形も全部変えてフォームもどうでもいいと、もうとんでもないところから打つ練習しておけと、どういでもだから、で、まあ、藤原俊夫さんが言ってたらしいですけど、キックのどんな形でもどの状況でも打てる形だけ作っておけと、うん、でも今 MMA そうなってますよ ね、 なってますね、自由すぎますよね。って言えるのがボクシングだと効かないけど、あのちっちゃいグローブだったら当てたら持っていけます。そこでもその当て方にも入れますもんだってね。そう、あとはそうですね。あんまり言うとあれになっちゃうから言いたくないけど。企業秘密。企業秘密。言うアドバイスがあるんで。言うアドバイス。でも絶対当て方はありますよね。そう。やっぱそれはキックのね、ボクシング用のあれと全然違いますもんね。やっぱ当てるまでにね。だって。あれでしょ、オープンフィンガーとかね、一回まだ試合とかしたことないし、ないですよ、あれね、あれね、痛いんですよ。いや、僕、怖いですから、ね、違う、あのね、これね、この辺に当たるじゃないですか、もう目がしばしばして、なんかね、ですよね、変な感覚なんですよ。だから僕、試合的だった時思ったら、下手くそだけど、まず一発目に当てたろうと、そしたら相手来なくなるから、嫌、うん、なんですよ。そっか、だからボクシングと全く違うんですよ、ね、だから結構、みんな、ボーンって当たれて、ボーンって、だから乗り組みのパンチなんか典型じゃないですか。これだとできてポーンって飛んじゃうじゃん、あいつボクシングできないもんね、あいつね。だからじゃあ打撃だからボクシングジム行っても強くなんない。だからボクシングジムに行く人はいいんですよ、学んだ方がいいと、そこの専門だから。基本はね。でも MMA を理解してから行けと。でそれはボクシングのこう、だって ボクシングでこっからこんなって打っちゃうじゃん。 MMA そんな前って見たことあります、うん、やるなってさ、 UFC のニック・ディアスぐらいだよね、うん、他みんなこの遠い前でバーンってこうじゃないですか。当然蹴りもありますからね。だってもう80キロで筋肉マンにどつかれたら当てちゃうけど、俺飛びますよ。ちょっとあんなグラブちっちゃいし。そう、だからこんな攻防しなきゃ、だから僕の時代からだけど、僕この攻防はもう死ぬやめましたもん、絶対。何年もこんなワンパンチで入るだけで、いらんね、ボクシングは参考になるけどやっちゃダメですよ。だから井上尚弥選手だって多分やったら相当苦労すると思いますよ。あのガードだって当たっちゃうもん。それが井上尚弥にどつかれたらこっちも飛ぶから。井上尚弥がね、MMA のグローブだったら最悪ですよね、やっぱり。でも井上尚弥選手でさえ、やっぱ世界戦見たらこういうガードしてるから、あれ通用しないですからね。MMA だとね。それあとは MMA だと何が起こるかっていうと、みんな筋力だけが強いじゃないですか、ノリなんかそうだけど。この距離、3メートルの距離から2つは飛んできますよね。だから自分でやったペケーノがそうだったんですけど、打球なんか土下座ですよ。その距離からロケットが飛んでくるんだよね。ブワーって飛んできて、打席の前に組んできたりするじゃないですか。それで効いちゃうんですよ。ボクシングなんか誰もできないけど、でもだから今、MMA で勝ってる人ってボクシング技術じゃないですもんね。だからマクレガーの打ち方見て思ったことは、あれ、僕は単純に彼とも知らないけど、うん、MMA の打ち方ですよね。だから必ず パンチとかもかなり肘立ってるじゃないですか。あ、そういうことか。思いません。 あれ多分遠い前でここにスペースあるから、僕も思ったんだけど、ここに対してこの角度からこうのが入りやすいじゃないですか。かなり肘立ってますよね。だからそれ佐山さんがよう言っとったのが、パウンドの時は肘立てろって言ったんですよ。立てるんですよ。それで押し込めるんですよ。だから打ち方は一緒だと思うんですよ。だから彼って必ずマクレガーもこうじゃないですよ、ね、こうなってますよね。確かに。それを遠い角度から多分そんであれぐらいでこの角度から当たったらストレートよりこっちも効きますもんね。こうやってガチッって、まああのパンチ力ですもんね。やばいっすよね。だからボクシングの打ち方じゃないじゃないですか。違いますよね。だからちょっとある種なんかストレートファイトに近いような印象がありますよね。でだから単純にあれですよ。だから目の前にみんな想定してほしいのは、目の前にこうやってナイフ持ってる人います、うん、それに簡単に近づきますかってことですよね、うん、持ってんだ。だったら遠い前からこうなるんじゃない、やっぱフェンシングみたいに、うん、で一瞬でこうやって刺すと、うん、でマクレガーのなんか映像見たら、あのタッチゲームみたいにしてる、うんうん、だから確かにあのロマチェンコがだから同じですよね、うん、ロマチェンコもヒラ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 行くじゃないですか、うん、当てさせないで、うんうん、よりそういうことを考えないと。だからこの競技で僕は現役とか思ったら、打ち合いたいっていう人はどういう人たちだと思ったんですよ。これマイクタさんってこんなやったら死ぬよって、ちょっとグローブが違いますもんね。あ、危ない。だからそれでやっていいのはマークハントみたいな、なんか死んねえけど頑丈な人たち。なんで倒れないねんこの人。大相撲嵐とか、ちょ、なんで顔にあれ
だからそれを想定したらそれだけの練習だと練習だとできないから打っちゃう、打つことも練習しなきゃいけないから大きいグローブ、だから僕大宮の時だって両方ともずっとやってたよね、ちっちゃいグローブ大きいグローブ、それ想定しないとと思うのよね。朝日さんは本当すごい理にかなってるんですよね。だからそのなんていうかな、技術のための技術じゃなくてやっぱり何を結果の技術がはっきりしてるから話は面白いですよね。だっていやでもそれはもっと何でもいいけどサッカーとか野球とかの、うん、本当読むの好きで面白い、だから調子こいてバルセロナの先輩読んだら何なんだか分かんないとかってだって一応ね、戦術的な練習は日常からやらないと身につかないよって、試合の何週間前にやったって無理なんだよ。焼きながらピックアッププレーとかいろいろやりますけど、日常からやらないと、ただみんなってあれじゃないの、分かんないけど一概にいないけど、ふんふんふんって強くミットを使うと、スパーリングやること、こればっかで戦術的なフォーメーションとかやんないじゃん。戦術的なスパーリングはどうやってやるんですか。スパーリングというか繰り返しです、いろんなもう打ち返しとか。だから野球でトスバッティングみたいなもんですよね。野球毎日フリーバッティングやんないですよね。